24時間オーディブル生活、ごきげんようベリです。今日もホエム文学 YouTuber です。私以前に Amazon オーディブルを利用した1日の様子を動画でお送りしました。Amazon オーディブルは本やポッドキャストが聞けるサービスでして、私は継続して利用しています。そうしたら1月にサービスが大幅刷新されました。なんと聞き放題になったんです。これは熱いですよね。具体的には会員になると12万以上の対象の本ポッドキャストが聞き放題。私はもう読みたい本がライブラリに溜まりまくっていました。もう今日はねがっつり読みたい。どんくらい読みたいかって今朝の9時なので24時間過ごしてみて、果たしてどれぐらい本を聞くことができるのか、そしてお得なのかっていうのも検証していきたいと思います。もちろん24時間起きているようにはします。たまに昼寝を挟むかもしれませんがでもずっとねこうやって聞いてるわけじゃなくって、普段通りの生活をしながら自然にやっていきますので、よろしくお願いします。一冊目選んでいきましょう。パソコンでウェブで聞くこともできるんですけど、私はスマホにアプリを入れておりまして、さあいきなり小説いきますか。綿谷りささんの勝手に震えてろ。はい、腹が減ってはオーディブルは聞けぬということで朝食でございます。最近は完全栄養食のベースフードをよく食べています。なんか笑ってる。そう、これちょっと前から聞き始めてはいたんだよね。本の内容と感想については後でまとめるのであれなんですけど、苦笑の連続でしたね。集中していると動きがゆっくりになるので食事は長くとりました。娘の離乳食を作ります。おかげさまですくすく育ちまして生後6ヶ月です。まあ作るって言っても大量保存しているのを解凍するだけです。カッチカチの容器と格闘しています。この時はこっちに必死になっていたから音声を追うのが飛んじゃってて、お尻のポケットに携帯を入れてるから終わってから30秒戻すのをタップしまくってまた聞き直しましたね。おかゆ、人参、卵。ご飯タイムだよ。いいよ。はい。よいしょ。じゃ大好きなおかゆからいくか。な。プーする？え、なんか空いてなかった。あー、いいね、いい出っぷりだ。しかもちゃんとカメラ見せてちゃんとカメラ見せてる。おいしいね。え、出た。からだいぶお上品に食べるのね。食後は一緒に娘と遊びます。こから私爆笑します。なんでかっていうと Amazon Audible って児童文学も置いていて、私試しに0から2歳向けの絵本を流してみたんですよ。そうしたらいないいないばあの要領で同じ言葉をいろんなパターンで繰り返し言ってる音声だったんですよ。絵のない状態でのそれがシュールすぎて笑っちゃいました。勝手に震えてろ再開しつつ洗濯します。なんと部屋のサイズに見合わないドラム式洗濯機購入しました。これによっていつ洗濯しても何時間かしたら乾いてる、楽ちん。これは痛い痛いな。つい声が漏れ出てますね。こう見ると自分のことだけど楽しそうに読書してんなーって思いますね。スタート。お洗濯始めます。うわー、わかる。掃除してます。この時は夫が一日中家にいたので、私が動いてる時は赤ちゃんの世話はしてもらってましたね。ジョイントマットにしてから髪の毛を掃除機で吸えなくってコロコロ必須です。
そんなこんなで、わたやりささんの勝手に震えてるを読み終わりました。あのね、面白かったです。本当に私わたやりささん好きだなって思いました。これは26歳の恋愛経験ゼロの女性が中学時代に憧れだった男の子への片思いをまだ脳内で美化して、進行させていて、そんな時に職場の同期から告白をされると、この2人の狭間で何とも言えないこじらせ方をしている、そんな一人称で語られているお話でした。初めの文章からもう車に構えた感じが出ていて、インストールや蹴りたい背中もうそういうところあるじゃないですか。でもあれは女子高生が主人公だったからまだ青いな、もうそれも若さだなって感じで読めるんだけど、もう26歳にもなると痛々しくなっちゃうんだよね。こう共感性周知がすごいというか、同窓会で初恋の人に会ったら幻滅したってあるじゃないですか。あれは幻滅してた方がある意味自分が成長しているとも言えるし、健全なんだって思える、そんなこじらせ方をしていました。綿谷りさ節がアラサーになるとこうなるんだって。主人公のよしかちゃんは自分の思い込みを押し付けるようなところがあって、理想にがんじがらめになってる偏愛をね押し通す人なんですよ。自分の可愛がり方を間違えていて、もう大人げない嘘もつくんだけど、そんなヤバさを求めている自分がいるし、ちょっと共感もしちゃう。この変な魅力を少ない人数の中でよくぞ。結末もちょっと意外でよかった。一人語りだからオーディブルと相性が良かったかもしれないですね。途中で世界観に慣れてくるからスピードを変えながらあっという間に聞いてしまいました。午前中割とバババって動き回る家事をしていたんですけど、あれやりながら活字読むのは絶対無理なので、ながらですごい読書体験した。もう幸先いいですね。2冊目選びましょう。違うジャンルのがいいな。これ、オードリー・ターン、デジタルと AI の未来を語る。この後急に予定入っちゃって家族で外出しました。髪の毛が生えますように。赤ちゃんいる時はながらでなんかするの極力やめるようにはしているんですが、抱っこしてたら寝ちゃったので、移動中の電車では聞いていました。爆睡。人参で襟染まっちゃってんのはごめん。用事が終わったので休憩タイム。再生ボタンポチ。図解が必要なものは添付資料の PDF があるので、それを見ながら聞くことができます。あと外出中通信量大丈夫かってことについては、あらかじめダウンロードをしておくことでオフライン再生が可能。何も面白くないからカットしてるんですけど、大体がこの顔してますね。ガチ聞きからのガチね。いかんせん AirPods の充電が切れますので、これそのまんま部屋に流してた。なんか取られてる感覚がして起きました。夕飯です。今日はとことん手を抜いていきます。私、冷凍宅配食のナッシュのヘビーユーザーです。あの、一応言っておきますけれども、普段から家族とカフェ行ったりご飯したりしてるときコミュニケーション取らずにずっとイヤホンしてるっていうことはないですからね。辛っ。これそう、唐辛子を輪切りにした揚げ物があって、私辛いものまあまあ強いんですけど、びっくりしちゃって思わず音声巻き戻しました。さあ、麻婆豆腐の方はどうなんでしょうね。Amazon Audible って豊富なジャンルのタイトルが揃ってるんですよね。ビジネス、自己啓発、現代文学、児童文学、ラノベ、洋書。だから聞き放題になったことによって買おうか迷っていた本、いつもは読まないジャンルの本にも気軽に手が出せるようになって視野が広がります。そんなこんなで、オードリー・タン、デジタルと AI の未来を語る、読み終わりました。台湾のデジタル担当大臣、最年少で入閣。特にコロナ対策で注目を浴びまして、その度にコラム記事、ニュース記事程度ではパラパラ読んでいました。でもこう一冊にまとまっていると、オードリー・タンとはどういった人物なのか、どういう思想を持って
現在、まあ、天才プログラマーであり政治家であり、問題に対して目指しているゴール、その思想の部分を、ね、知ることができました。これ日本向けに20時間以上の取材がなされ語り下ろされている内容なんですね。だから人間と AI の関係をのび太くんとドラえもんで例えるなんていうこともありまして、日本と台湾がどうやってこう共同していけるのか、お互いにリスペクトし合える部分はどこかっていうのがすごくポジティブに、そしてもう根の優しさっていうのが感じられましたね。人間は完璧じゃないのが前提で、少数の専門家が難しい知識を持っているより一般市民みんなが基礎的な知識を持っていることっていうのを大事にしていて、だから難しい話出てきたらどうしようと思ってたんですけど、すごく分かりやすくお話ししてくれました。オードリーさんが育ってきた環境、触れてきた思想、そしてこれからの若者に託す願い、そういったものも具体的に知れたので、これから子育てをしていくっていう私の立場においてもちょっと道筋を見せてくれたなって思います。これかなり細かくトピックが分かれていて、1つ5から7分区切りもつけやすいですし、私は全部ぶっ通していきましたけれども、気になるところだけ選んで流してっていうのもできるし、ラジオ感覚で聞けちゃいました。途中でめちゃくちゃ眠くなっちゃって、あ、これ寝そうだなって思ったらスリープタイマー30分しておくのが私のやり方です。今ちょうど娘が寝ましたので、ここからゴールデンタイム、タイプスカレットはいるんですか、お風呂でリラックスして徹夜読書タイム、今がチャンス。オードリー・タンの本読んでお風呂上がったら見た目もオードリー・タンみたいになってるな。そう、メガネが最近壊れちゃって、昔のやつなのよこれが。3冊目はもうザ・長編いきましょう。知念美希人さんのガラスの塔の殺人、ちょっとやりたいことあるんですよ。晩酌タイム、いつだかに買ったスパークリングロゼがあったので、スモチーと新しい味のじゃがりこ、普段目で追う読書だと飲みながらだと鈍くなるからやらないんですけど、せっかくなんでね。なんなんだよこの廃人は。でもパジャマは可愛いでしょ。 GU の果物柄オレンジです。気に入ってます。この疲れ方で飲んじゃってで紙の読書するかって言われたら絶対無理なので、そういう意味では受動的に物語を進められる良さがありますね。今のところ娘は夜泣きもほぼせず、ぐっすりまとめて寝てくれるので、この時間が仕事やら何やらがはかどるんですよ。これまろやかで本当に美味しいです。夜も深まる牛蜜時、奇跡的に聞き進めてまして、耳が慣れてきたのと、もともとゆっくりの喋り方だから2倍速デフォになってて、もうちょっとで半分いくかなってとこ。ナレーターの方、声優さんなのかな、めちゃくちゃ上手で登場人物多いんだけど、誰が言ってることなのかっていうのがね、即座に分かる。会話文多いからスルスルいけますね。ちょっと夜中の変なテンション、すいません。え、いや起きてますよ、起きてる起きてる、ちょっと寝たけど。そんなこんなで8時10分、読み終わりました。こちら本屋大賞候補作で別でレビューをいたしますので、一旦おやすみ。24時間聞く読書終了。
この元気をもっとやるということは別の日です。ありがとうございます。いやー、いつか24時間読書ってやってみたいと思ってたんですよ。それが念願かなった。今一人で青春感じてる自分で言うのもなんなんですけど、前回同様私の選書センスが良すぎて、てか収録作品がいいもんばっかりなのかな。どれも面白かった。でもね、あ、結果発表しましょうか。24時間で何冊読めたのかと言いますと、ブルル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 ン、3冊。ページ数にするとなんと928ページ。どひゃー、こう聞くと1000ページ行きたかった気もしないでもないんですけどスケジュール的には無理しながらなんですけど、楽しみつつながらで、これはすごい。Amazon Audible定額制の聞き放題サービスなので、単行本で言ったらざっくり月に2冊読めばお得。そう考えると私は1日で元を取ってしまったことになります。それぐらいだったら聞くかもなっていう人いると思うんですよ。今新規の方は Amazon Audible サイト経由の登録でなんと1ヶ月間の無料トライアルが可能になっております。動画概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからお試しください。この春は私と一緒に聞く読書の新生活始めちゃいませんか。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださったこと、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。コメントもたくさんいただけると嬉しいです。それではごきげんよう。